ニュースしゃべり残し水曜バージョン今日結構しゃべり残してますはいえー、そうですね朝日新聞社は北海道での夕刊発行を4月1日から休止すると発表しました北海道内での夕刊の販売部数は2月現在およそ1万3000部1万3000部あ,あの全国紙 まあ昔は当たり前のように「超勇敢セット」っていって朝刊と勇敢とセットで撮ってる人多かったんですがまあ勇敢って基本的に次の日の朝刊に出てる話とほとんど一緒だしまあ今どき勇敢で速報性という急ぎのニュースの場合はまあちょっと前はテレビですが今はもうネットの方が確実に早いわけで。 何もわざわざ毎日有刊読まなくてもちょっとでも安くしたい。で高齢層で新聞やめちまうと寂しいけど長刊だけあれば十分だよな勇敢に書いてあることって長刊に大体は事件系統のもの特集みたいなやつは別だけど載ってるし勇敢いらないんじゃないちょっとでも安くなった方がいいっていう需要と新聞社の側も 刊配達のコストはそれなりに高で印刷コストだけじゃなくてえ刊、ー、を発行するための記者を配置してえー、印刷してそれを各家庭に届けるための、まあ、配達員を夕方確保すると、えー、これがすごいコストかかるんでえー、でも朝日新聞ってやっぱりあの全国紙の中で えー、やっぱあのメジャーな新聞が産経新聞はねもう随分前に有刊を全国で廃止してしまいましたけどあ全国じゃねえか東京だけだな大阪はあるな、はい、大阪はあるなだ大阪では売れてるんでしょうね、えー、発行部数がどうなってるかというとはいえらいことになってます読売新聞2003年1006万部 まあこの辺りはだけど本当にこれだけ発行していたのかって分かんないところもありましてねいわゆるあの販売店にに押し付ける形でで結構問題になったんですよ発行部数を落としたくないっていうんでまあいわゆる販売店がある意味押し付けられて本当は売れてないんだけれども仕入れざるをえないみたいなのが結構問題になったことがありますがまあ一応「交渉」っていう言い方ですね公にあのそれぞれの新聞が発表しているところで。 まあこれ新聞年間のデータがもとらしいですがこれは出典は現代ビジネスか読売新聞2003年1006万部読売新聞1000万部さかに宣伝してたことがありました直近のデータで684万部朝日新聞2003年831万部直近のデータで429万部毎日新聞2003年398万部直近のデータで192万部 日経2003年301万部直近のデータで174万部産経2 0 0 3年211万部が直近のデータ二2022年で101万部ということでえ3割から5割各新聞社まあ確かにうちの20代の息子をまあ読んでる人もいるんだろうけどもう本当に新聞テレビ見ないところ テレビもも見なないいすすけど、新聞も読まないですねえー、なんかずっと動画はスマホで見てるし新聞読んでる人もいるんだろうな結構受験生とか時事問題出るから読んどかなきゃみたいなそういう層はあるのかもしれませんが社会に出ちゃって試験もないんだったら読まないみたいな。えー、それ自体はどうかと思わんでもないけれどももう。 勇敢の時代でもないのかな。で、ちょっとでも安くあげたいという人たちが、やっぱり勇敢なしでいいからもう、超勇敢セットと、超勇敢だけだと、やっぱりいくら違う千1000円、まあ、大して知らないけど、円ぐらい違うかな。それでもやっぱり1000円大きいですからね、高齢者にとっては。はい、えー、そんなことになっております。 半導体の世界大手台湾の TSMC は熊本県に日本で2番目となる工場を建設すると発表しました工場の運営会社にはソニーグループに加えて新たにタ自動車が出資しますいや熊本は熊本はもともとねでもちょっとこれ将来的に大丈夫かなと思ってることがあってあの石川県にしろ熊本にしろですね 例のあるじゃないですかあれに基づいて、えー、地震を含めた自然災害のリスクが少ないですからどうぞ来てくださいねって言って企業誘致をしてたんですが、まあ、熊本はご存知のように、まあ、これは TSMC の前かな、えー、石川もですね、えー、うちは自然災害が少ないですから地震もありませんよって言って誘致しててこれ場合によったらそれを信じて。 開始工場等を移転した企業は仮にあるとするならばそういうところから嘘じゃねえかっつって訴えられる可能性もないではないかなとちょっと危惧しているところはあるんですけども今九州の時給の上昇がすごいことになってましてね時給の上昇率が軒並み九州高いんですよ。熊本はもちろん熊本だけじゃなくてまあ熊本が引っ張るような形がああ 今佐賀大分長崎鹿児島福岡宮崎あたりが軒並み東京地区を上回ってたりなんかすると、はいえー、時給の伸びは大阪なんかはもっとずっと下ですからなんで九州が伸びてるかというとやっぱり人の取り合いになってるんですね一つにはこのやっぱ台湾の半導体企業の進出って、えー、やっぱりここの半導体の工場の周りの地下 人件費も上がってるししかも爆上げというような状況になってますからでもね一昔前は日本の工場で中国進出とかねベトナム進出現地の安い人件費を使って台湾は台湾がまあもちろんあの日本の人件費が下がって相対的に台湾より下がってるんで。 えー、コスト的にメリットがあるっていうのは、まあ、あの人件費だけじゃないですけどね日本が選ばれるのはやっぱりいい水があるとか治安が安定してるとか、えー、それから台湾の場合は一つ大きなリスクがあって、えー、台湾と中国の戦争が始まった時に台湾の半導体企業って真っ先にいろんな意味のターゲットになる、まあ、攻撃のターゲットというか接収のターゲットになりますから。そのの時にメインの工場を 中国共産党の手が及ばない九州まではさすがに攻めてこないでしょうそのあたりに移しとくっていう意味もあるんですけどもそれにしてもなんか台湾より人件費が安いからって言って台湾企業が日本に莫大な投資をしてそのおかげで、えー、九州の地価や人件費が上がってるっていう構図は、うん、ちょっと一昔前の世界の構図を知ってる身からするとうん。 なんでこんなことになっちゃったんだっていう感覚はぶっっちゃけ <laughs> ありますすすやっぱ政政治治のの責任は大きいんですがその政治でがそ、えー、森山文部科学大臣は今日の衆議院予算委員会で、えー、2021年の衆議院選挙に際して世界統一世界まあいわゆる旧統一教会の関連団体から支援を受けたと,たとされる問題をぐり政策協定にあたる推薦確認書に署名していたっていう報道をされて。 本人は今日国会の答弁でサインししてていいいいたのかもしれなながよく覚えていないれる実際サインした文章が出てきて写真が出てきたりなんかしてもう、まあ、どうしたって言い訳できない状況になってからんサインしたかもしれないけど中身よく見,見ずにサインしましたって。 まあ宗教法人管轄、まあ、監督するのが文部科学,文部科学省ですからねそこのトップが旧統,統一教会系に政策確認書みたいなやつに推薦確認書に署名するって普通サインする時には私なんかでもさすがにサインって言われてあの色紙にサインとか別ですけども。 なんかの契約者経営にサインする時ってやっぱ相当慎重に「何のサイン?」ってこれはまあサインしたこと自体も覚えていないとなんか異常な感じがします。あ異常といえばですねこの番組でも私いろんなとこで散々批判した例の,あの広島の河合夫妻の話でねえお金配った側だけがえー 検察に摘発されてそれ以外あの後で検察審査会で起訴相当になった人たちは何人か地方議員でもいますけれども最初の検察の判断では金を受け取ったが構造的に今やっぱり地方の議員が国会議員が立候補しようとする時に金もらうっていうのはもう本当に昔から続く悪兵なんでありますがところが金もらった側を一切当時検察は無罪放免にしてそれはないだろう。 だけどね意外なほど河井夫妻がこれについては騒がなかったんですよ理由がようやく分かってきましたというのはあの河井克行元法務大臣が今地元であの、まあ、仮釈放で刑務所から出てきてですねお詫びあんを始めているあのどういうことかというとあもう一遍出るつもりなのねっていうそういう話です。でここのの問題この事件は2021年に確定判決 確定確かねそんなに上まで争わずにすぐに刑務所入っちゃったんですよ。でんでかっていうとおそらく5年間の公民権停止を食らってます五5年間の公民権停止が明けた段階で政界に復帰しようとおそらく思ってたんでしょうね。あの実際にああ事件自体が選挙自体が2019年で本人公民権停止を受けたのが2021年で。 5年間の公民権停止も再来年には明けますからそうすると次の次の参議院選挙では立候補可能になるわけですよ。そうした時にやっぱり前回金をばらまいて金を受け取ったような人たちってまあそれが原因であの地方の政治家を辞めちゃった人もいないではないですけれども多くはそのまま地方の 政界で力を保ち続けていたりするわけで <laughs> あ、あなるほどね5年なんて本当にこの人たちからするとあっという間で次の選挙に出るためのなんかもう準備をちょっとずつ始めてんじゃないの逆に言うと次に出ようと思ったらあの前回の問題の時にあんまり5年るのは得ではないという判断もあったんじゃないのかなと思います。 これまあ単に私が思うというだけですけれどもあ日本の政治って地方も中央も一体どうなってんだっていうその結果やっぱり日本のこの、えー、長期低迷が続いてあげく台湾の企業,企業が日本に進出して日本の人件費が安いからって言ってそれがきっかけで地価や人件費が上がるというまあちょっと一昔前では考えられなかったことが起きております。 えー、あとはバイデンさんのボケてる話とかオンエアでしたな <laughs> あいや実はですねこんなことしてる場合じゃないんですよ先週ピアノがあったんで私今日ピアノがない週だと完全に勘違いしててもともと1月がイレギュラーのこうサイクルだったらしくて今日これからピアノでえ2週連続で その準備をしてこなかったんであれ今日それレッスン日じゃんっていう話でだから本来楽譜持ってこなきゃいけないのに楽譜も持ってきてないし練習もしてないのにやめちまおうかなと今半分思ってるんですけどでも学費がもったいないからとりあえず行ってきます。ごご聴ありがとうございました。